オトマール・スイートナー、オトマール・スイートナー、オトマール・スイートナー、1922年5月16日から2010年1月8日は、オーストリアの指揮者。名は、オトマール、姓は、スイートナーとも書く。ドイツ系の父とイタリア系の母の間に、チロル州インスブルックで生まれる。指揮を地元の音楽大学で、クレメンス・クラウスに指示する。 1941年から、やはり地元インスブルックの歌劇場で副指揮者を務め、第二次世界大戦後は、カイザースラウテルンの音楽総監督を皮切りに、はじめは、西ドイツ各地の歌劇場で活躍する。1960年に、ドレスベン国立歌劇場、現、ザクセン州立歌劇場の、1964年からは、ベルリン国立歌劇場の音楽監督に就任した。 フォロから東ドイツに活動の軸足を移し、この国の二大国立歌劇場で、オペラとコンサートの両面で活躍する。ベルリンのポストを得た1964年から1967年には、バイロイト音楽祭に初出演し、タンホイザー、サマヨエル、オランダ人、ニーベルングの指輪を指揮した。初来日は1971年で、NHK 交響楽団を指揮した。 当時の日本では、スイートナーの知名度は、ほとんどなかったが、客演を重ねるたびにファンを増やしていった。1973年に、エノキ教の名誉指揮者に就任する。日本へは、エノキ教への他に、主兵のベルリン国立歌劇場やその還元楽団、シュターツカペレベルリンとの来日公演、国立音楽大学のオーケストラを指揮している。同時に、 ウィーン国立音楽大学指揮科の教授として、同僚のカール・エスター・ライヒャーと共にベアト・フューラーなどの行進を育てていった。他に、西欧諸国への客演を活発に言ったが、東側諸国の民主化が活発化する1980年代末期から体調を崩すようになり、くしくも1990年に東西ドイツの統一がなされるのと入れ替わるように、ベルリンのポストを辞任した。 同年の来日公演を病気でキャンセルして、以降は、生命や宣言こそ出していないものの、事実上の引退生活に入った。事実上の引退後は、公に姿を見せることは、ほとんどなかったが、80歳を迎えた2002年に、ベルリン国立歌劇場音楽監督の、ダニエル・バレンボイム主催によるスーイートナーの80歳を、祝うパーティーが枯れた際に姿を見せている、その模様は、 N 共アワーでも紹介された。2007年、ZD 界、フィルムコンビネット制作、息子のイゴール・ハイツマン、イゴール・ハイツマン監督による、ドキュメンタリー映画、父の音楽指揮者、スイートナーの人生、現代、ナッシュダー・ムジークに出演した。妻と共に、東ベルリンに暮らしながら、西ベルリンに住む愛人との間に一シーゴールを設け、週末ごとに、ベルリンの壁を越えて、 彼らに会っていたこと、パーキンソン病のために指揮活動から身を引いたこと、妻、愛人、イゴールの三人に見守られながら穏やかな余生を過ごしていることなどが語られていた。2010年1月8日、ベルリンで死去した。気を照らわず地味な演奏スタイルであるが、奥が深い演奏を引き出す指揮者だった。ヘルベルト・フォンカラヤンをはじめとする、洗練された国際的な響きとは、 大曲の渋みを生かした古き良きドイツの伝統を表現していた。それのみならず、ストラビンスキーの春の祭典のように曲によっては熱演型の指揮者に変貌することもあった。レパートリーも古典派、ロマン派から近代ものと幅広く、モーツァルト、ベートーベン、ブラームスのほかヨハン・シュトラウス二セイのワルツやポルカも演奏している。またマーラーも早くから手がけており、 公共曲2番と公共曲5番をレパートリーにしていたブルックナーに関しても録音を残している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。